8月4日マイナス3度ですよ。寒いっす。ちょっとね、体を慣らすために亀山にねバウを向けております。すぐ着くから。亀山ダムの初釣りに来た。結構車多いね。多いよ。コンビニも建てピーク。ねえ。さっき1回マイナス4度まで行ったからね。あったかいコーヒーを買って。いや、さすがにもうなんか一面凍ってるね。畑が。1月っぽい。ああ。こんな感じだったんだね。なんか久しぶりだよこの感じ。亀山ダムは1月は7時に出船して OK だからね。まあ朝一はやりたいってことで今6時53分ですけど、来週のハブカップでね、どうにかまあプラということで7時半ぐらいにダラダラ出発できれば本番を想定した時間になるから、ギリギリ間に合わないかな。745発で、まあまあそんなもんでしょう。だからそっから1時間ぐらいでなんとかね、魚が、まあ贅沢言えば1人1本ずつ朝一で取って、そんでまあ大会の時間は1時半とかだから、そこまでにどちらかにもう1本ポロッと出てくれれば3本だよ。まあ、今日の目標は3本3本だね。まあでも今日2023年の初釣りだから、まあもう1匹釣れてくれればね、御の字ですね。出だしを占うから今日はよろしくお願いします。そろそろご来光の時間ですよ。亀山ダムの初日の出が間もなくでございます。いやもうなんか窓がバキバキに凍って、あ、出てきた出てきた。いやー今年は初日の出クルーズしなかったからな。なんかあ、これが改めて初日の出って感じ。一時放射冷却でマイナス4まで行ったんだけど、またマイナス2まで持ち直しましたよ。あったかいですね。あったかいの釣れちゃいます。釣れちゃいます。寒い寒いって人間だけ。うん、あとは活発すぎる。本当ですか。本当ですか。これすごいですよ。もうちょっとしたら始まると。ボイルまであるんですか今日。ボイルありますか。どこ行きゃいい。どこ。うおー久しぶりの。あーでもいいね、なんか寒そう。もやもやしてる。鳥居もちょっと白くなっちゃってる。真冬亀って感じだね。もう空いてない。おーなんかおやってんのこれ。やってるとは思うんだけど。おお誰も。あれ。ちょっと大丈夫やってる。あれこれ。みんなビビっちゃったこれ。1台いるね。ここでいいか。いやポールポジション取れちゃったね。ありがとうございます。うん、勝手に乗っちゃってる。ガラガラだな。でもこの時期だよ、こういう貸し切りな感じでできるバス釣りがいいよね、やっぱりね。いやー、このキュッとした感じがやっぱり冬の亀山いいな。綺麗
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。初バス釣りに来ました。まあうちらはね、いや違う違う違う、うちら3匹釣ってくるでしょ。何言ってんの。うん、まあでうまげな人が1500とかもありえるから、まあだから、まあでもとりあえずうちらライトリガーなんで、とにかく3本かけ集めて、そうだね、まあ、25センチ3本取れるパターン探しましょう。はい、じゃあ行ってきます。よー、行きます。おはようございます、釣り子 TV です。2023初めての亀山ダム、1月4日ですね。もうマイナス4度で大変な感じになってますが、装備はねこんな感じ。まあ、これライジャケとか入ってるだけなんで、もう、レッグアームだけで一緒。ね。で、レッグアームを使いこなすために、小森さんの 60ULS と、あとはね、これデュナミスってあの、フルソリッドのね、昔の名鑑。もし、スモラバとかそういう展開になったら、ちょっとね、スモラバに使おうかなっていう、もうこの2本だけ。リール全部コンプレックス、これだけ。はい、あとはその一応ね、あの魚探が必要なシーズンなんで、まあ、自分はあのディーパーね、あれで携帯とつなげて、まあだいたい何メートルぐらい狙ってるのかなってのがちゃんと見えれば、もうそれで OK っていう感じで、まあこの装備で、まあこの中に入ってるけどディーパーで、じゃあ2023初の亀山ダム坊主逃れを目指して行ってきます。出たースーさんもだいぶ心配。これだけ。大丈夫なんですかこれ。うちら弱いよね。弱い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 。今日のタックル2人前だね。これしかない。まあ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 、こういうことだ。うん、まあこういうことですよっていうあれでしょ。あ、ちょっとカート持ってくるわ。この時期はバキバキに凍っているから、気をつけていってくださいね。大丈夫大丈夫、おじいちゃん、おじいちゃん、特に紐とかしてないもん。前に全部捨てたんだ。危ないよ。あれマジで危ない。ゆっくりゆっくり。ブレーキ全開なんだ。バキバキに凍っているから。あっちが、うん、あっちの方がね、なんか先生、こっからツルンツルンだからね。まあ桟橋凍ってるね、バッキバキだよ。はい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 、はいよ。線 OK。 線 OK です。線 OK。 あー、ヨズリーカバーつって、あの本体の中が光るから、なんかこうどこにあるか夜とか投げた時でも分かるようになる。オプションパーツなんだけど便利だから、もうずっとこれにしちゃってる。あ、結構でも水温高いな。9度あるわ。何、そういうそういう何かあれ。うん、分かった分かった。8時2分です。あ、でも
ボートレッコさん。もうもレッコだね。船長に指示。レッコしたよって言った。本当に。じゃあ竿くれ。なんだよ。びっくりしたわ。人が魚探セットしてると思ったら。いや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 。もう釣りできる？あ、じゃあリグってから行こう。前に突っ込んでもうなんか前に流されていってんだけど勝手にレッコするから、もう流れが効いてんじゃない？流れ効いてないけど風もないけど風もなくて流れも効いてなかったら動くはずないから。何言ってんだよお前。ちょっとあーもうやだ、来週一緒に飲んでやるのって気がする。こっからもうほんと2023を占う上で積んなきゃいけないんだから。よし一軍ワーム入れよ。何やろっかな。おもり、針、3番。とりあえずやっぱ年の初めの魚レッグで釣りたいよな。ちょっとレッグワームでもし1匹釣れたら他の釣り試してみよう。3番だね。ここまで来たらもう釣ったようなもんでしょう。確かにここまで来んのがね冬は大変だよね。あのよし行こう1月なのに。布団からそうだね、スーさんと約束してなかったら出てないよ。いや行くのやめよっかなとかなっちゃう。でも来たら来たでやっぱ来てよかったって。そんな寒くないね。風がなくてよかった。ほんとこれで北風爆風とかだったらもう手がかじかんじゃってえぐれないよ多分。しこたま、やまみ、みずさんは持ってきたけど、やっぱレッグワームがいいな。朝一は。昨日、あれ、黒のレッグワーム、発掘した。うん。変わりすぎててさ。うん。あーだこうだ行ってみてもやっぱレッグワームっすよ。冬はもうちょっと癖のついた感じのレッグワームたまらないよね。あ完璧完璧です。しばらくつけて安定したかな。いや水温でも 8.8 度。まあこれで太陽が出て9度ちょいちょいになったらありがたいけど、まああの川の上流とか行ったら4度とかあるけどね。坊主逃れすんだったらどっちかな。朝一とりあえず本湖右側方面から行くわ。いや太陽も差してきたところでスタートです。スタートフィッシングです。
さあどうかね今年はね、今スーさんのあたりが11メーターぐらいで、だから岸際タイトじゃなくていいんだけど、ちょっと斜めなんかブレイクの上に乗っけて下らしダウンヒルしてくるイメージなんだけど、まあでもちょっとどういうところに魚がいるかわかんないから、適当に好きなとこいろいろ、多分でもこの水温の感じだと、ショルダーの上にいるのか下にいるのか、はたまた肩にいるのか、ちょっとわかんねえな、まだやっぱ1月だから3匹釣るのむずそうだな。またこれで来週は風がビュービューとかも全然ありえるからな。お、上行こう、上行こう。いやいやいや、反対側行けば多分そういう、でもね、なんかちょっと立ち木が点在してて、そういうのにうまい感じでジーコージーコーできてれば、でもいいストラクチャーにリグが絡んでる絶好のタイミングだから、いいとこには投げれてんね。それのなんかいいタイミングに入った時に多分コン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 っていう、まだねこの温度だったら雑巾引きずりバイトじゃないと思うんだよね。ちゃんとしっかり魚っぽい反応出ると思うんだよね。8度とかを下回ってくるといよいよ寒いなってなるけど、うん、多分ここで釣れれば結構コンディションのいいバスだと、うん、若干踏まねえとダムサイトの方へのカレントがあるな、流れてくる、うん、まあそのこっちへの流れに乗っけてじっとリアクションさせてみてるけど、風か、ほんと微妙なんだよね。ちょっとしたズレで今12メーターになったし、だから9、10、11、12ってこの短いスパンにあって、そのブレイクエッジに乗っけてる感じ、魚がどっちにどういるのかはちょっとまだわからない。その絶妙な このラインっていうレンジが特定できればラッキーなんだけどな。うん、昔優勝した時のこの時期のパターンは 11.5 っていうもうひたすら 11.5 っていうレンジ刻んで複数アンダーで勝ったことはあるけど、今日あいいね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 、田中さんがバス捨ててるっていや今日簡単に釣れっからもう絶対勝てねえよと思ってたけど、案外釣れてなかったっていうね。勝った時あれ5、6匹釣ったからな。からな、集中してなんとか3匹釣って展開できるような風になるとありがたいんだけどな。まあでもそっからあんまり変なカバ打ちとかに手出すと終わるから、なんとかディープで35ぐらいまでのが複数アンダー取れるような。でもなんかディープのバスってやっぱ30止まりとかさ、そんなウェイトないような印象はあるよな。さっきあんちゃん1500とか言ってたけど、そんなの俺ディープから抜ける気しねえよ。1500かかっても困るし。でもさ、超脳汁出そうだよね。おお引くよ、お引いてる引いてるみたいなさ。いやーでもライン買い直したくねえな、このラインで来てえな。このラインある。いやいやいや、まあ分かるんだけど、しょうもなラインだ。なんか多分何入れてっか忘れたけど、多分いい糸が入ってると思うんだよな、これ。言うほど使ってないでしょ。うん、ほんとね去年全然いけてないから。あー気持ちいい。
気持ちいい、このこれ一生できるわ。あったかいし、なんか一生ツンツンできるんだけど。まあどうせスーさん動画なんか見てないだろうけどさ、この前小森さん聞いたら、このスーパー俺の冬座王はさ、ここら辺のガイドをあえてさ、あんまりちっちゃくし、ちっちゃいんだけどちっちゃくしない設定にすることによって、微妙にこの糸がふわふわって遊ぶように、これがトゥ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 ってガイドに、マイクロガイドに仕切っちゃうと、なんかツン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 って、そう、針というかこう糸をが竿になんていうのかな、かん、反りすぎて、この絶妙なフワンフワン、そう、小森さんのはなんかここが肝みたいね。なんかこの前聞いたけど、あのこの微妙なフワン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 ってさ、あの魚がトゥって持っていった時のトゥだけは出てほしいじゃん。ここら辺と同じくらいですよってことの、のふわふわ感をディープで出し続けられるらしいんだよ。だから釣れるんだって言ってて、まあ確かになんかなんだかんだ言って、やっぱこの竿じゃねえと釣れる気しないんだよな冬は俺は。でもデュナミスとか使ってた頃はそれはそれで釣れてたけどね。なんだ、一番最初この手の釣りやり始めた時、もっと短くてもっと硬い竿だったからな。ジグヘッドとかしか、まだダウンショットじゃない時代あったじゃん。ジグヘッドでディープちょこちょこ時代、その頃はもっと硬かったけど、まあそれもこれもちょっと今日一匹かけて口開きしないと。ちょっと過去に実績のある違う方のディープを、うん、そう、いや、こう今ぼーっと下で 11m だから、タイミング的には読み的にはこの真下とかでも全然いりゃ食うんだよ、いればね。トゥ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 って欲しいな。トゥ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 って、あら、これ、え、え、魚、魚、魚だっていうあれが欲しいんだけどね。なに、タモのことだ。あ、サイドワインダー、サイドワインダーで来たって。そうか、ある意味サイドワインダーなんだね今日。サイドワインダー、サイドワインダーなんてどこにあんのよ。タモね、確かにサイド。漁船が来た、漁船が、漁船来たよ。お、当たった、当たった、当たったよ。ダメだ、ギルかな、トゥ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 って当たる、当たったわ、初めて。ザース。今初めて、今初めてギルバイトみたいなのがありました。結構釣れないでしょ。はい。結構ビビるぐらい釣れないな。ちょ、や、山田さんの山ちゃんガイドお願いします。山田さん、山ちゃんガイド。山ちゃんガイド行ってんのかと思って。うん。あ、いないから。いや、その兆候だと思わなかった。え、今起きたって何みたいな、また俺があんまり釣りに行ってないから、はいはいみたいな、そういう二人して、バカにすんな。俺は時田グランドチャンピオンだぞ。はいはいって、もうはいはいみたいな、痛々しい、田中痛々しい。
この見えてない感この当たりの出せない感半端じゃない。あのさ、ワークマンのなんか3000円ぐらいのなんだろう、雪が降っても大丈夫みたいな靴買って履いたらすげえあったかいんですけど、いやなんか防寒ブーツ、まあまあなんか人気のよく売ってるやつがだいたい0度まで対応みたいな感じで、その先みたいなやつがあって、今日初めて下ろしたらすげえあったかくて、朝も全然3000円ぐらいなんですけど、釣った？いいなぁ。なんか結構そこにはポロポロ映るんですけどね。5本？え？500ぐらい、もう、もう。何これいっぱい映るんですか、そこにこれ。いやいやいや、あ、綿か。絡めた方がいいんですかね。ああ。なるほど。助けてください。船長。助けてください。もう どっちに帰ったらいいのかもわかんないし、もう。緑になっちゃった。いえ。スーさんおめでとう。2000。ん25センチ。ありそうだよ。違う、なんだ、2023年。23年初フィッシュいただきました。マームが何ですか。レッグワームです。黒ですね。ブラック。クツクツですね。ダウンショット、ダウンショットです。 OK です。ありがとうございます。よし、じゃあ返します。何で釣れたんですか。レッグワームです。やっぱ黒なんだね。あざす。いっす、おめでとう。魚じゃないかもしれないなんて言っちゃった。恒例の恒例の、いや違うと思うんだよね。でも結局は最後はサイドワインダーだったからね。そうだね。釣れたロットとかじゃなくて、結局はサイドワインダーで最後は行ってっから。サイドワインダーだったね。サイドワインダーじゃなかったら取れなかったからね。もうビッグバスの予感がしてる。もうサイドワインダー出したから。うまっ。ゼロ匹だったわけですけど、私はですね、スーさんはしっかりと一匹、いい魚を一匹、はい、この差って何ですか？脱力？脱力と準備かな。どんな準備をしていけば僕にも釣れるようになりますか？今日結構良かったけどね。余計なものを持ち込まないっていう。いいとこまで行ってたんだよね。難しかったかな。8日の大会で釣るためにはどうすればいいですか？ちょっとわかんないな。わかんねえな。じゃあ本戦もよろしくお願いします。
お願いします。